2017年2月5日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第308話、忘れ物。長い時間にわたっての恐怖体験なので、ちょっと書くのが難しいのですが、ある程度まとめてみました。1、僕の実家の近所に M 寺というお寺があります。ここは有名なあさんが眠っているお寺で、時々観光にやってくる人を見かけたりしました。僕が小学校4年生の夏休みの頃のことです。僕は、同級生の H 君と、近所の家に住む親戚の N 君、2つ下の2年生の家でゲームをしていたのですが、話の流れで M 寺で肝試しをやろうということになりました。真面目に拝まないと右目が腫れるよ、などと僕から聞かされていた N 君は、とても怖がり行きたくないと言いましたが、僕と H 君は怯える N 君を見て余計に面白がり、もっと怖がらせてやろうと N 君を M 寺へ無理やり連れ出しました。寺内の墓地を歩いていくと、墓地には踏み合いな赤い鳥居があり、そこからさらに鳥居をくぐって、ぐるりと回った西王府兄さんの墓があります。墓地の細い通路は少し迷路のような感じがして、肝試しには最適な場所だと思うのですが、あたりは、まだ明るく、観光客の姿もちらほろ見えたため、N 君を除いた僕たちは全くの拍子抜けという感じでした。とりあえずさんのお墓には到着したものの、なんとなくしらけてしまい、おのおの早々に帰宅。ちょうど雨が降り始めていました。2、その日の夕飯後のことです。自分の部屋に戻りテレビを見ていると、窓を叩く音が聞こえました。窓を開けるとそこには N 君が傘もささずに立っています。N 君は、さんにリュック置いてきちゃった。と今にも消え入りそうな声で告げると、ボロボロと泣き出してしまいました。リュックとは N 君がどこに行くにも持ち歩いていた巾着袋のことです。僕は、N 君がお母さんの作ってくれたそのイニシャル入りの巾着をとても大事にしていたことを知っていたのでかわいそうになり、一緒に取りに行ってあげると言いました。今考えれば翌日明るくなってから行くべきだったのですが、当時はそこまで頭が回りません。もちろん年下の N 君の前でカッコつけたかったというのもありましたが、僕は物置から懐中電灯と2人分のレインコートを取り出すと、親にはコンビニに行ってくる、と言って M 寺へと向かいました。3、M 寺に到着してすぐ、僕は、後悔しました。暗闇が M 寺の風景を一変させていたのです。今更ながら夜中は無意識に妙陽寺を視界に入れないようにしていた自分に気がつきます。入り口門の前で一歩が踏み出せないそんな僕に N 君が意外な言葉をかけてきました。怖くないよおいでよ。僕は、さっきまで大泣きしていた N 君の代わりようにまず驚き、次に恐怖心を見抜かれたことを恥じ、最後に怒りがこみ上げてきました。何言ってんだよ。お前のために一緒に来てやったんだぞ。僕は、N 君を振り払い、墓地の中へ徒歩を進めました。駆け足で、N 君を置いていくように。4、昼間に一度通った道なので A さんには迷うことなく着きました。ただ肝心の巾着が見つかりません。次第に激しくなっていく雨にレインコートの中はびちゃびちゃです。いい加減に諦めて帰ろう。その時、あたり一面に今まで嗅いだことのないような不思議な匂いが立ち込めました。甘くて息が詰まるような匂い。ぐっ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 。突然の奇声に驚いて横を見ると、N 君が激しく嘔吐を繰り返しています。僕は、動揺しながらも N 君を解放するために近づきました。N 君の目の瞳孔が、焼かれた魚のように収縮しています。あまりの恐ろしさに僕は、その場から逃げ出すことしかできませんでした。それでもすぐに大人に助けを求めればよかったのですが、僕は、家に戻ると布団の中でガクガク震えているばかりで、やがてそのまま眠りについてしまいました。5、翌日、N 君は、何事もなかったかのような顔で家にいました。ああ一人で帰れたんだな。
子供というのは都合よく解釈するものです。僕が昨日のことを謝ると N 君は、カズちゃん。僕の名前。僕の首を引っ張って家まで運んでくれたじゃない。と言いました。無意識のうちに手を引っ張っていたのか。混乱しながらも罪悪感が消えていきます。夏休みの最終日、N 君は、仕事先。もともと可愛らしい顔をしていた N 君は、某芸能事務所に所属する子役さんでもあったのです。手腕を骨折してしまいました。僕と H 君は、3の呪いじゃねえの?トギプス姿の N 君を見かけるたびにからかったものです。それから5年の月日が経ちました。6、中学3年の夏休み最終日。陸上部に所属する僕は、学校で後輩の指導に当たってました。弁当を食べ終わり、ちょうどスタートの練習をしていた時のことです。複数の後輩が、変な声が聞こえた。と騒ぎ出しました。ヒーという声がかすかにしたというのです。中でも女子がひどく気味悪がったため、スタートの練習で緊張感がピークになっていた僕たちも規制をそがれて、だれた雰囲気になってしまいました。それから練習に身も入らずにいたところ、突如夕立が降り始め今度は本当に練習どころではなくなってしまいました。そのことを告げに職員室へ入るとなぜか顧問の先生が机に手をついて泣いています。先生は僕の存在に気づくと、N が家の2階から落ちて亡くなった。と言いました。7、どうして?頭が真っ白になった僕は、反射的に、自殺ですか?と尋ねました。詳しいことがわかるまでそんなこと言うな。N がかわいそうだ。先生は椅子に腰を下ろし黙り込んでしまいました。校庭に戻った僕は、N 君のことは話さずに後輩たちを解散させました。家路に着く途中、N 君の家の前には数人の警察関係者と見られる人が集まっていました。視線を下げると N 君の血痕が見えました。暗鬱たる気分です。僕は、それを見ないようにと上を見上げました。N 君の家に2階はありません。8、僕の親が事故?当時のことを食事の支度をしながら聞いていました。第一発見者は仕事から帰宅した N 君の父親で、なんでこんなところにいるんだよ。と叫ぶ声が聞こえて、それからしばらくして救急車が到着したということです。その翌日自宅で通夜が行われ、そこには1年生のほとんどが出席していました。誰もが悲しんでいる様子は、生前の N 君が学校で慕われていたことを物語っています。後輩によると、N 君は、頭がよく人望もあるいはゆるクラスの人気者だったということです。夏休み明けの学校ではあの奇妙な声を聞いた陸上部の生徒を中心に N 君の死に関する様々な噂が立ちました。誰も死んだ理由がわからないのですから当然です。換気扇を突き破って道路に飛び出した。N 君は、ガムテープで口と鼻を塞いでいた。そしてそのどれもに共通するのが、死の直前に発狂して死んだ。ということでした。あまりに不気味な噂話に、とうとう先生が噂の禁止令を出すほどでした。9、N 君の葬儀は都内の近代的な建物で行われました。参列者は子供が亡くなったにしては多かったと思います。芸能事務所の先輩なのか、ある名脇役の方から花が届いていました。葬儀告別式が終了し、併設された火葬場へ向かう出棺の際、棺の蓋を開けて N 君の顔を見る機会がありました。発狂して死んだ、というフレーズが頭から離れず、申し訳ない気持ちながら薄目で見たのですが、N 君の顔は綺麗でした。火葬場の巨大な煙突からもうもうと煙が湧き出されました。今、N 君が焼かれているのか子供の時から一緒に遊んでいた親友が嫌な気分から逃れようと、待合室へ戻ろうとした時です。あたり一面に今までに一度だけ嗅いだことのあるような不思議な匂いが立ち込めました。甘くて息が詰まるような匂い、フラッシュバックのように5年前の記憶が蘇りました。あ、N 君は、
自分の焼かれる匂いを嗅いで吐いていたんだ。12年前、すでに一人暮らしを始めていた僕は、N 君の家族が引っ越すというので荷物の運搬などを手伝うため久しぶりに N 君の家に行きました。昔ながらの日本家屋である N 君の家は至るところで老朽化が進んでおり、かねてより安全面に不安があったということです。当時は憔悴しきっていたご両親も元気を取り戻されつつあるのか、N 君のお母さんは明るく出迎えてくれました。よかった。心からそう思います。かつて見慣れた N 君の家はさすがに時の流れを感じさせつつも、N 君の部屋だけは当時のままでした。本棚いっぱいのバスケットボール雑誌、当時流行ったエアマックス、箱に入ったスーパーファミコン、筆入れ代わりにしていたおもちゃの缶詰ふと、押し入れの方から冷たい風が吹いているような気がしました。古い家だから穴でも開いているのかな？押し入れを開けてみたものの、暗くて穴らしきものは何も見えません。ちょうど押し入れの手前側に懐中電灯があったので、それを使って奥の方を照らしてみました。ネズミの死体のようなものが見えます。僕は、月収を重ねてそれを手に取りました。ぬちゃ。N 君がなくした巾着袋がそこにはありました。かすかに甘い匂いがします。ネットで見つけた怖い話。第309話、廃墟の館。俺の親戚の話です。一昨年の夏、親戚が俺の住む地方に友達6人、男女3、3、で旅行に来ました。親戚とその友達は移動中に怖い話で盛り上がったらしく、あうやいなやノリノリで、ここら辺で心霊スポットとかない？と聞いてきました。そこで俺は地元の人はほとんど近寄ることがない廃墟の館を紹介しました。そこは夏の間ヤンキーの溜まり場にもなるので霊体験とは無縁だと思ったからです。夜までは俺も親戚とその友達と花火をしたり遊んでいましたが、夜中の1時を回った頃いよいよ出発することになりました。俺は子供の頃に親に冗談半分で連れて行かれ、吐き気やめまい、そして寒気などに襲われた経験があるため断りました。ここからは聞いた話です。森の中にあるその廃墟に続く道路には当然のように明かりなどなく、ノリノリだったテンションが一気に下がるほど真っ暗だったそうです。でも事前に、ヤンキーとかがいるかもよ。という俺の話を聞いて、向こうにはきっと俺たち以外にも人はいるだろう。ということで引き返すことなく現場に到着。ですがそこにはヤンキーの影はなく、ただただ静寂だけがあったとのこと。田舎なので月明かりが明るいはずなのですが、森に覆われて月明かりも頼りにならない。そこで車のエンジンをかけっぱなしにしてライトをつけておくことにしました。でもそんな状況下ではさすがに怖くなって、帰ろう。という人もいたようです。そんなちょっとしたパニックの中で親戚はどうも変にテンションが上がってしまったらしく、女の子にいいとこを見せたいという気持ちも相まってその廃墟の中に入ることを決めたそうです。結局中に入ったのは男2人だけで、残りの4人は外で待っていることに。その廃墟は2階半のかなり立派な作りで、2階にはバルコニーもありました。最初はビビりまくっていた親戚も持ってきた懐中電灯で照らしながら進むにつれ、恐怖にも慣れてきたらしく、どんどん進んでいったようです。中にはヤンキーのたまり場らしく、当て字の漢字の落書きや下手なドラえもんが至るところに書いてあり、それも恐怖心を紛らわしてくれたとのことです。でほぼ廃墟の中を見終わり、バルコニーに出て外の友達におちゃらけながら、何も出なかったよとかなんとか、そんなことを言ったそうです。でも車のライトが眩しかったのと、車のエンジン音がうるさかったため、外の友達のリアクションは全然わからなかったみたいです。外に出て、〇〇くんすごい、勇気あるーとか賛美されることを期待していた親戚を待っていたのは、うつむいて泣きそうになっている女友達3人と、顔面蒼白になって慌てている男友達でした。そのただならない雰囲気を察した親戚は、何かあったの？と聞くと、外で待っていた男友達はこう答えたそうです。
お前らがそこのバルコニーでこっちに向かって手を振っているとき、その後ろに白くぼんやりと光っている女の人が立ってたんだよ。その話を聞いた途端車のエンジンがボン。とうとう立てて落ちてしまい、月明かりすら入ってこない。その廃墟前は親戚たちの叫び声だけが響いていたそうです。パニックになりながらも全員が車の中に逃げ込みエンジンをかけようとします。でも当然のようにエンジンはかからず、みんな体育座りのような姿勢で震えながら、ごめんなさい、いや、すいません。お口口に連呼していたとのこと。そして5分くらい経った頃、今度は何もしていないのにエンジンがかかったそうです。そしてそのまま謝るというより叫びながら車を発車させ逃げ帰ってきたのです。俺はこの話を聞いた時も相当怖かったですが、その後廃墟帰りの親戚に呼び出され、反響欄の男女6人に理由もわからないまま真夜中の駐車場で説教を受けたことが一番怖かったです。多分アンド長文を粗末。ネットで見つけた怖い話。第310話、神人形。これは私が小学校を6年だった時の話です。実はかどうかは確認しようがない状態なので何とも言えません。それにこんなネット上の掲示板に書いていいのかもわかりません。その当時ビックリマンチョコが流行っていて、よくシールの交換をする仲間うちの一人が友人の王くんだった。王くんはゲーム機をたくさん持っていて、 PC エンジンからツインファミコンまでものすごい数のソフトがあったので、遊ぶときは大概王くんの家に集まった。王くんの家にはおばあちゃんと父親の3人暮らしで、おばあちゃんは常に家にいたのを覚えています。その日、いつものように王くんの家に遊びに行くと、いつもは何人か溜まっているのに、その日は誰もいませんでした。いつもいる人間がいないのはなんだか不思議な感じでしたが、高一、当時の私の親友です。来てないの？と聞くと、うん、まだ来てないけど後で来るってよ、と言われたので、中で待つことにしました。その当時、王くんはファミコンのクニオくんシリーズにハマっていたので、その日もそのソフトをしていました。私はクニオくんシリーズは苦手だったので、一番強いユウイチ、ユウジをハンディとして使っていたと思います。それでもすぐ死んでしまうので、その後はずっと待ってるだけになってしまいます。それから1時間くらいしても高一は来ませんでした。相変わらずすぐに死んでしまうので、あとは待つだけになります。高一と王くんはよく話していましたが、私とはあまり話しませんでしたので、そんな時流行り場に困ります。暇だ、暇だ、高一早く来ないかなぁと思いながら、普段は見ようともしない王くんの部屋を見回したりしました。そんな時、前から外れていたけど気にも留めなかったジャッキーチェンのポスターが気になりました。セロテープで貼ってあったため4隅とも乾燥してしまっていました。セロテープは机の上にあるので勝手に貼り直そうと思い、四隅の乾いたセロテープを外すと、バサッと重力で勢いよくポスターが落ちました。その瞬間私は、凍りつきました。なんとそこにはお札が貼ってあったのです。それも大きくオレンジ色でいかにもな感じのお札だったので私は、ゾッとしました。しかし、王くんは動じませんでした。あ、落としたのちゃんと貼っといてね、と全く気にしていないのを見てますます不気味さを感じました。それでも何か言わなくちゃいけない気がしたので、ポスターを貼りながら、これ本物？と尋ねました。ああ、多分ね。とそっけない返答が戻ってきました。私は、震えている手でポスターを直し終えました。それと同時くらいでしょうか、王くんもファミコンに飽きたのか、バチン、とソフトを抜いて、ふぅ、と息を抜きました。すると突然、面白いもの見せてあげようか、と王くんの方から言い出しました。私も会話に詰まっていたので、うん、と返事しました。そうすると王くんは別の部屋に行きました。王くんの部屋は離れみたいになっているので独立していました。そしてすぐに20センチくらいの箱を持って戻ってきました。これ見てみと言うと王くんは箱を開けました。中にはまたしてもゾッとするものが入ってました。
人型というんでしょうか、紙で作られた人形でした。何これ？震える声で聞きました。よくは知らない。でも俺の代わりになるらしい、とおくんは言いました。もう私は帰りたくて仕方ありませんでした。しかし、おうくんは続けました。あのさあ、俺きっと18歳までに死ぬと思う、と言い出しました。私はパニックです。でもあまりにも淡々と話すおうくんだけに、帰りたくても帰りを切り出せず、なんで？時のない返事をするのがせいぜいでした。母さんが迎えに来るらしい。もう私は、何がどうなってるのかさっぱりわからないくらいパニックになっていました。そうなんだ。などの気のない返事しかできませんでした。オー君は、まだ続けます。俺が5歳の時両親が離婚したんだ。その離婚の理由はきっと母さんの病気。今思うに精神病だと思う。が原因だったと思う。母さんよく大騒ぎしてたの覚えてるよ。何でも壊しちゃうんだ。それで俺は、父さんとばあちゃんとここで暮らすことになったんだ。そしてその半年後に母さんは死んじゃった。それからなぜか毎年お払いを受けるようになったんだよね。はじめはどうしてかわからなかったけど、父さんのタンスから偶然手紙を見つけてからその理由がわかった。それは母さんの手紙だったんだけど、王が18歳になったら返してもらいに行きます。って書いてあったからきっと母さん迎えに来ると思う。そうさせないようにって父さんは俺の死んだ割にこの人形を毎年もらいに行ってるんだと思う。私は、それ以上何も言えませんでした。もう帰りたくて仕方なかった。するとその時、オー君。と外で叫ぶ声がする高一だった。それ以来オー君の家に行くのが嫌になった。なんかあの時の不気味さがトラウマになってしまったからだった。そしてオー君とも疎遠になった。中学は別の中学に行ったのでオー君のこともすっかり忘れていました。今年に入って高一から連絡が入りました。中学卒業以来です。たわいもない昔の話に花が咲いていたので、ふっとおくんの話を思い出しました。それで聞いてみました。あのさあ、おうって元気してんの？と聞くと高一の声のトーンが急に下がって、おうは植物状態なんだよ。聞くと高校3年の時にいきなり倒れたそうです。おうくんが突然こうなったのは偶然かもしれません。そればっかりはおうくんの意識が戻るのを待つしかありません。これで私の話は終わりです。何分実話であるのと記憶が古いせいか曖昧な部分もありますが、今でもあのオレンジのお札と不気味な紙人形の形だけははっきり覚えています。ネットで見つけた怖い話。第311話、名前を呼ばれて、一人で留守番してると別な部屋から俺の名前を呼ばれたことがよくあった。妹にも聞いてみたが妹も同じ体験していた。友人に話したらお前らおかしいって言われた。598は別に変じゃないよ。私も部屋にいた時何度も自分の名前を呼ばれて、うるさい。って言ったら壁の向こうから壁を叩く音がして男がゲラゲラ笑う声が聞こえた。ネットで見つけた怖い話。第312話、臨海学校。私と友達数人が実際に体験した話です。私たちは死ぬほど怖かったので失礼します。夜の臨海学校でのことです。部屋の外に長いベランダ、他の部屋ともつながってる、があって見晴らしが良い場所でした。ベランダがつながってるのですが、ベランダ沿いの他の部屋は全部、無人でした。私たちの班だけ少し離れた場所に収容されたみたいです。今思えば運が悪かったです。夜の自由時間に私は、友達と二人でベランダに出ました。角部屋だったので、長いベランダの端に立っていました。中にいた同じ部屋の友人らがいたずらで鍵をかけました。はじめは笑いながら、開けろよー、とか言っていました。3分くらい経っても開けないので、イライラしてきました。すると一緒にベランダに出ていた友達が、
私の肩を激しく叩きました。叩く力が強かったので、ムカッときて、なんだよ。と振り返ると、いや、振り返る瞬間に左の方に白っぽいものが見えました。よく見ると上半身半分だけの、白く半透明の人影みたいのが、こっちに向かってきました。その時は距離で言うと15から20メートルはあったと思います。近づいてくるスピードはゆっくりです。猫がゆったり歩くくらいのスピードです。近づいてくるにつれ、顔の輪郭がはっきり見えました。目はうつろな中年くらいの痩せた男に見えました。はっきり見えたと同時に、一気に恐怖が絶頂に達しました。友人と私は、必死に刺し戸を叩いて、中の友人らに訴えました。確か早く開けてくれ。早くしろ。とか言いました。中の一人友人は冗談だと思ったらしく、笑いながらゆっくり近づいてきました。中の友人の一人がガラス越しに私たちが指を指してる方を見ました。その友人も笑い顔から恐怖の顔に変わりました。この表情の移り変わりも怖かった中の友人の一人はすぐに戸を開けました。もう白い影は5メートルくらいまで尽きてました。私と友人は倒れるように中に入りました。私は腰が抜けてた。他のトランプをしたり談笑したりしていた友人らも、ただならぬ雰囲気にみんな、一斉にこっちを見ました。確か10人、3人いました。戸を開けた友人が、外、外、と他の友人に訴えました。外にいた私と友人は、その場にへたり込んで声も出ませんでした。ほんの少しシーンとした間がありました。普通の幽霊話ではそのまま消えるのでしょうが、私たちの場合は違いました。シーンとした間の後に、白い影は普通に出ました。部屋の中は一気に騒然としました。白い影はそのまままっすぐと突き当たりの壁に消えていきました。その後、誰かが先生や他の部屋の生徒に報告したと思います。他の部屋の生徒が押しかけてきて大変でした。正直うざかった。先生の態度は半信半疑でしたが、部屋の全員が目撃したので、多分、信じたとは思います。先生曰く、人数が余っての特別の部屋、フロア、とのことですので、前にも同じような事件があったのかも。先生も知っていた、管理人のおじさんに聞いたのですが、ノーコメントでした。長文失礼しました。ネットで見つけた怖い話。第313話、見知らぬ子供。友達の話だけど子供の頃、一人で留守番してたら玄関ドアにコンコンって誰かがノックしてて、そいつは2階に寝てて眠かったから無視して毛布にくるまってたんだって。しばらくして鍵開ける音がしてドアが勢いよく開いたのが聞こえてきた。親が帰ってきたと思って、玄関まで降りて行ったら誰もいなくてドアの鍵も閉まってた。それでドアの音は気のせいだと思い、2階に戻って寝たらしい。でも寝てる最中に近くでガサガサ誰かが動いてる気配がしてうるさかった。目を開けたら、自分の顔を知らない子供が見下ろしてて、気になっても睡魔に負けて友達は眠ってしまったらしい。で目が覚めたら喉に何か詰まってて、呼吸が全くできず、一階に急いで降りて水を飲んだら床にゲーゲー吐いてしまったらしい。それでゲロの中にキーホルダーが混じってて、それで喉が詰まったとわかった。でもそのキーホルダーは2階のおもちゃ箱に大切にしまってあったもので、もう、ずっと取り出してないやつだったらしい。そいつは見知らぬ子供のことを、親に話しても相手にしてもらえなかったが今でもトラウマだと言ってた。ネットで見つけた怖い話。第314話、そうよ。今じゃ霊感ゼロの俺だけど、小学校4年生の頃だけ立て続けに霊体験をして参ってた。林業を営んでたおじは、仲間が切った大木が顔に直撃して亡くなったんだが俺は、その瞬間を前日に夢で見てた。その情景やら大騒ぎする仲間やら、
おじの血だらけの顔がみるみる膨張していく様子やら、救急車に担ぎ込まれる様子やら。第三者の視点で、まるで空中に目があるように見ていた俺は、ショックと恐怖で泣き叫びながら目が覚めた。夢かと思って安心したものの、夢では終わらなかった。この体験を皮切りに不思議な体験が立て続けに起こるんだけど、物理的に外傷を加えられた話を、初めて人の死に遭遇して、しかもそれを予知夢で見、親に話しても変な漫画を読むのは禁止だとか言って信じてもらえずまいってた。あれから多分1ヶ月もしてなかったと思うけど、その間に首吊り自殺の遺体を予知夢で見た場所で発見したり、夜中に自分のおでこに冷たい手首が乗ってたりと変な体験をしてた。布団で寝ていると夜中に、ドーン、シャリーン、ノートと共に腹に激痛を感じて飛び起きた。上半身だけ起こしたものの、激痛に耐えきれずに、うがぁ、と叫んで両手で腹を押さえて再び寝転がった。何が腹に直撃似たんだろうと思ってあたりを見回してると、頭上に草履を履いた足が見えた。こちらに向かって歩いてくる、そしてそのまま顔を踏みつけられたかと思うと、ドーン、と俺の腹を杖でついてきた。杖のてっぺんには金色の輪が何個かついてて、シャリーン、となった。再び激痛が走るので手で押さえようとしても体が動かない。通り過ぎていった足の主を見ようと、視線を俺の足元にあった。その姿は僧侶で、傘をかぶり黒い袈裟を着てた。それを確認すると同時に驚いたのは、俺の足元に見たこともない田園風景が広がってたこと。そして俺は、あぜ道に布団を敷いたまま寝てる状態。足元には通り過ぎていった僧侶の列が見え、そのずっと先には新幹線の高架か、高速道路が見えた。頭上を見ると俺の部屋。足元を見ると田園風景。もう何が何やらわけがわからずに腹の痛みを我慢してると、頭上から、ドーンシャリーン。ノートが聞こえてきた。まだ列が続いてるようだ。俺は、この不可解な現象に対する恐怖よりも、もうこれ以上痛みに耐えられねえ、という恐怖の方が大きく、うわぁ、と泣き叫んだのが記憶の最後。朝、目が覚めるとやはり腹に激痛が、パジャマをまくってみると、腹にピンポン玉くらいのあざがいくつもついてた。なぜか激しく目が回るのと腹の痛みとで、はってしたの買いに行って親に見せたんだけど、母親の声がものすごく早回しで全く聞き取れなかった。テープを早送りしてるような感じだった。そんな状態なので学校を休み、ふらふらと病院に連れて行かれ、検査の結果腹にひびが、医師の質問も、母親の話も、キュルキュルキュル。って感じで全く聞き取れずにずっと黙ってたけど、母親は風呂の蛇口で打ったとかなんとか説明したそうだ。声が早回しで聞こえない現象は夜には良くなったけど、もう訳がわからず、恐怖とストレスで、ずっと一人で眠れない状態が続いた。その体験を最後に二度と不思議な体験をすることはなかった。ネットで見つけた怖い話。第315話、提灯日。1/2。この前久しぶりに会った地元、秋田の女の子に会って、ここで呼んだくねくねの話したんだけど、その女の子も昔同じようなもの見たってびっくりしてた。その子は今年21歳なんだけど、9歳の時、田舎のおじいちゃんが亡くなったそうで葬式に行ったんだって、葬式の日はばあちゃん家に泊まって、次の日の昼過ぎ頃の帰り道の話。その帰り道その女の子、イボエスちゃんはずっと窓の外見てたんだけど、ふと前の方を見ると遠くの田んぼで白い何かが揺れてるのが見えた。エスちゃんは気になってずっと見てたんだけど、それはやっぱり何かわからなくて、お母さんに、あれ何？って聞いてみた。両親もしばらくそれを見ていて、お父さんが、カカシがカゲロウで揺れて見えるんじゃないの？とか言ってたらしい。S ちゃんとお母さんはずっとそれを見てたらしいんだけど、S ちゃんはそれが近づくにつれ、無性に怖くなり泣き出したそうだ。そしてお父さんに、あれが怖いからこの道は嫌だ、ってダダをこねたらしい。
二分の二。両親は笑いながら、大丈夫、カカシだよ。って言ってそのまま車を走らせていた。S ちゃんは怖かったので座席に突っ伏して白い揺れるものを見ないようにしてたんだけど、お母さんが、嫌だ何あれ？って言ったので、気になってまた窓から外を覗いた。さっきまですごく遠くにあった白いものは大分近くまで来ていて、結構はっきり見えたらしい。S ちゃんはラーと叫んで泣き出し、両親も得体の知れない何かが怖くなり急いで車を走らせたそうだ。その白い何かはここでも出てる通り手足の長い人のようなものだったらしい。それはやっぱりくねくね動いていたんだけど、なんかぶれているような感じで、そこにないような感覚、まるで幻のようだったと言っていた。S ちゃんはそれからしばらく塞ぎ込んだらしくて、心配したお母さんが田舎のばあちゃんに白いものについて聞いてみたんだけど、おばあちゃん曰く、提灯火かものを、と言っていたそうだ。それから S ちゃんの家ではその白いものは、提灯火って決定していたらしい。今でも思い出すとゾッとするって言ってた。ちなみに気が狂った人はいない。今日のオカルトスレ。妖怪界について語るスレ。どうぞ。リンク。怪異とは世界そのものなのだから生き物と違って世界とつながっている。化け物ゴーツ。俺の小さい頃は鬼太郎とかヌーベイだったけど、今の子は妖怪ウォッチなんだろ？ニョロニョロした妖怪といえば？ニョロニョロだろ。鬼人、火の車、一声叫び。美人様、心身、煙ら煙ら。期待してたのもあって嬉しいけど、火の車や一声叫びはニョロニョロしてるのか？人がいない綺麗な山の奥に行ったらなんかいそうだよな。オカルト否定派だけど妖怪はいてもいい、というか、いてほしい。ところで素人の質問なんだけど、カッパみたいに生態がはっきりしているやつは、どっちかというと言う間には軽いされる？あと口裂け女や人面犬、テケテケさんやクネクネさんは妖怪と言っちゃっていいの？リンク。ユーマと妖怪の見分け方は、魔法的な力を使うか、使わないか。魔法的な力、には、喋ること、も含むとわかりやすい。ユーマはあくまで動物なので、魔法的な力は使わないし、喋らない。ネッシーも雪男も魔法は使わないし喋らないよね。カッパは、喋ったり水を操ったり、酒が無限に出るとっくりを人間に渡したって伝説の通りなら、妖怪扱い。だけどもしあの外見で水の中を泳いでるだけの喋らない動物だったとしたら、言うまでいい。口裂け女や人面犬、テケテケさんやクネクネさんは、どれも喋るし魔法的な力を使うから妖怪。わかりやすい、ってことはモスマンとかはどっちかというと妖怪なわけか。モスマンの、みたらしぬ、って能力がマジかどうかが分かれ道かもしれないな。しかしモスマンの目撃情報を調べてたら、なんか日本の天狗ぽくね？と思った。めっちゃ速い速度で車追いかけてくる羽の生えた人が立って。モスマンと言われている映像を見ると、天狗っぽくはない。ああなるほど、羽ばたき方が違うか。そうだよな、文化の違いはあってもさすがに翼と虫の死の見分けくらいつくよな。残念。オメガ。鬼太郎は妖怪なのになぜ人間の味方するんだ？最初は父も母も幽霊族っていう設定で、別に人間の味方でもなんでもない自分勝手なキャラだった。だけど、後々になって子供向け雑誌に連載&アニメ化するにあたって、母親が人間だったっていう設定に変更された。人間に味方するようになったのもそこから。鬼太郎の連載当時は、ニーズに合わせて設定がコロコロ変わる時代だったんだよ。というかそもそも、最初は、幽霊族、だったから妖怪ですらなかったんだよね。っていう。実は私妖怪ですが普通の人間として過ごしてます。って人いない？あ、人じゃないか。とはいえ、
実はモスマンが先で、それを見た人の説明が下手だったりして、さらに幾人かの想像や伝令の結果、日本の天狗としての形が出来上がったと推測することはできるかもしれない W。昔、番組名も誰かも忘れたけど、なんとか山に UFO が現れた。って VTR を流して UFO 肯定派否定派が議論してた中、ゲストの一人が、なんとか山、名前忘れた。やったら天狗がおるらしいから、あの光の玉は天狗ちゃうん？って発言してた。情報の少ない中で納得できる想像の結果が天狗だったのかもしれないし、UFO を知ってる今は光の玉を UFO に結びつけてしまい、天狗とは思わないんだろうなと思った。暴殺家の人は、海外のグレイが日本ではカッパと呼ばれているんじゃなか？って説を唱えてたな。実際に、カッパのすごい写真が撮れた。と言っていた人が謎の黒服の男たちに写真を奪われたという証言があるんだとか。まさかと思ったが、確かに UFO からグレイが出てきたら大昔の日本人は巨船からカッパが出てきたって思うかもなって思った。逆に宇宙人ですと名乗ってる連中が実は妖怪の可能性も、俺は、それが有力だと思ってる。宇宙人だと思われてる奴らって、地球のどこかに住んでる未確認生命体なんじゃね？と、UFO は空を飛んでるから宇宙から来たと思われてるけど、あれはただの光って空が飛べるだけの地球の妖怪なんじゃないかと。外国の UFO 研究家だか団体だかでも、実は UFO は言うまではないかという説を唱えていたのを、読んだことがある W。一つ目、小僧や二面女などは、元は奇形なんだろうな。しかし鬼が白人って説はあるから、確かに妖怪が宇宙人ってのもありえるわな。一つ目、一本足には鍛冶屋の系譜も。このスレっぽいデータベースがあったので貼っておくよ。国際日本文化研究センター。海洋海伝承データベース。リンク。すごい、こんなのあるなんて知らなかった。ただ、データベースの趣旨からして。鳥山石燕系や奇病死系の可愛らしい連中がなさそうなのが少し残念。あからさまに創作だから仕方ないし、創作まで入れちゃうとキリがないけど。うわん。って結局何なのか知りたい。何をもって妖怪とするか。昔は怪奇現象のこと全般を、妖怪、って言ってたんだっけ。ぬらりひょんが、妖怪の総大将、と呼ばれるのも、要するに、よくわからない存在の代表格、みたいな意味なのかもしれない。でも今は個体というか、かっことした存在を妖怪と呼んでいるんだよね。心霊系の怖い話とか聞いていると、わしゃは幽霊のつもりで話しているけど、それって妖怪。すねこすり。では？こなきじじい。では？ってのが、たまにある、とりあえず怪奇現象全般が、妖怪。で、その中の、幽霊。っていうカテゴリーがある、と思えばいいんじゃね？幽霊の定義は、以前は生きていて、死んだ後もそのままの姿を保っている、ことが条件な。同じ死者であっても、頭に角が生えたり、蛇に変身しちゃったりしたら、それは元の姿とは違うから、妖怪のカテゴリーに入る。なるほどなぁ。いや実は知人の女の子が、部屋に夜な夜なおじいさんが入ってきて、勝手にお菓子を食べていくのを、キャー、幽霊風い、みたいな会話をしてて、それは幽霊というか、ぬらりひょんでは、と口を挟んだら、あんな偉そうなおじいさんじゃなかった。もっとしょぼくれてるんだもん。と言われたの。多分彼女の頭の中では、ぬらりひょん。イコール、鬼太郎に出てくる敵ボスのイメージなんだろうけど、俺的には、ぬらりひょんって実在するんだ。と嬉しくなってしまった一幕があったの。お菓子を食べる、なんて物理的な現象を起こすやつが幽霊とは思えなかったし。まあ頭おかしい系の女の子の話だから。嘘か妄想の可能性が非常に高いけど、ぬらりひょん候補生って感じだな。わら、しょぼくれた感じがなくなって、もっとふてぶてしくさも当然に居座るようになったら、立派なぬらりひょんだ。わら、
妖怪が定着したのって江戸時代だからな。やはり鳥山石燕とかのビジュアル化の影響は大きい。そう考えると水木先生の影響って凄まじいものがあるな。あの形以外だと妖怪に見えないってのもわかる。5、6年前に、会いに行ける座敷わらし。がいることで有名な温泉宿が全焼したニュースで過去の映像を流した際、映像の隅に女の子の姿が映っている。と話題になったことがあったな。確かに、その宿の主にはそのくらいの年頃の女の子はいたけど、取材の時は学校に行っていて留守だったし。第一、映像にあるような白い服は着ていなかったというが。しかし、あれが本物だとすると、なんというか、意外と普通の現代的な格好してるもんだな。確か白いワンピースだった www。かといって全く別口の幽霊とかだったら別な怖さがあるし。座敷わらしやカッパに比べて天狗って人気ないの？天狗は創作で使いたいと思ってる。悪役にもヒーローにもできるし。何か天狗って元からああいう生物、妖怪、だと思っていたけど、聞いた話じゃお坊さんが亡くなる際にダークサイドに来た存在なんだって、で、心は人間のままで善行を積んで修行をやり直そうと考えてる全天狗と、魂までダークサイドに来た悪天狗がいる、とか。つまり何、ファンタジー RPG でいうリッチみたいなやつだったの？あくまで設定です。実際は多分、山伏か何かの見間違いです。天狗はいろいろいる。山の精霊みたいなもの、式神みたいなもの。仏教における悪魔、天狗道の化け物。修験道における山の神、おさむ玄座が到達する存在。神仏を天狗として崇めたもの。といろいろですよ。天天狗だの川天狗だの木恥天狗だのいろいろといて楽しい。なるほど。俺は、坊さんから上記の説を聞いてふーんと思ったけど、元は水星か流星のことだとも別の人から聞いた、なんていうか不思議な精霊全般みたいなイメージ？中国から伝来してきた時の天狗は天狐とも呼ばれてて流星水星の偽物化した妖怪という話、文字から言っても本来は動物だよな。どこら辺でああいうイメージに変化したのか。そこで出てくるのが外人説。見慣れない外見の外人さんを見て、適当な妖怪と合体させてしまったんじゃないかな。ユダヤ人の民族衣装がどう見ても天狗、という画像を見たことあるんだが、確かに天狗にすげえ似てる。カラス天狗と大天狗の外見の進化っぷりも不思議だよな。取り方から人型になるっていう。カッパは割と野生動物扱いなところあるけど、天狗は謎の魔法を使う恐れ多い存在ってイメージだな。中国で近所の少年ガイドに小便をしたらその井戸水を飲んだ家の人たちが全身じんましんで苦しむようになり、それは古くから伝わる井戸に住む妖怪の仕業だと、怒り狂った村のおじが、井戸に油流して火をつけて焼き尽くしたって話を聞いた。それ、むしろ少年の小便に毒性があったんじゃ。ええ？図書館に昔のカッパ目撃談がいっぱい集めてある本があったから、読んでみたんだけど、驚くべきことに、昔から全国で目撃されてるカッパのほとんどが、体毛がある赤い甲羅なし、と、俺らがイメージしてるカッパさんと全然違ったわ。誰だよ緑色で甲羅があるなんて言ったやつ。ええ、ちなみに皿は昔からついていたらしい。それこそ京極夏彦だったかと思うけど、おぼろな記憶だから違うかも。何かの本で、岩手の遠野で、池で遊んだら危ないよ。という看板にカッパが描かれてるんだけど、そのカッパが緑色で頭に皿がある、いつものやつ、だったことに落胆していたな。ここまで文化が侵食されているとは、みたいな、緑でぬるっとしてて皿があって甲羅がある両生類爬虫類系のは全国区のカッパらしい。ただ、赤くて毛深い猿系のやつが看板に描かれていても今の子供はわかんないよな。赤くて毛深い猿系のやつといえば、沖縄のキジムナーがまんまその姿なんだよな。
俺が読んだ本でもキジムナーとカッパが同じカテゴリだったわ。土地が違うと名前が変わるいい例だね。やっぱりアメリカのグレイもカッパと同じ生き物なんじゃ。いやチパカブラさんの方がそれっぽいか。上にも出てたけど最近は怪奇現象を全部幽霊のせいにしちゃうよな。どっちかというと妖怪だろ、ってのも結構多いのに。ケムクジャラで家畜多そう何か。確かにチパカブラスに通じるものが。心霊番組で川から赤い頭が。みたいな感じで紹介されてた写真があったけれども、あれはカッパだったのかもしれないな。オカルトを。UFO 宇宙人ユーマと幽霊に分けちゃうから妖怪が入り込む余地がないのかもしれないけど、ぶっちゃけ幽霊ってその名のごとくかなり曖昧なカテゴリだよな。にちゃんで言えば時空のおっさんとかあの辺のネタが幽霊かって言われるとそうでもないし、その点妖怪は割と何でもありだから使いやすい。妖怪という言葉はもっと評価されるべきだと思う。あずきとぎも、殺されたお寺の消防図さんがうんぬんという話が発祥だとすると、幽霊っぽくもあるな。結局人間由来って考えると幽霊になるけど、本質的には全て妖怪でも問題なしようにも思う。水木しげる氏の妖怪図鑑見てると、〇〇の幽霊。ってのも妖怪に含まれたりするもんな。あらまたし曰く、びっくりして思わず、あやあ、って声が出る様子が、あやし、そうさせるのが、あやかし、すなわち妖怪。思わず声の出るレベルなら、極端な美醜ってだけでも十分に妖怪候補で、いろんなおひれが誤付される。ネッシーは地質学上、ネス湖に巨大生物なんているわけがないそうだけど、あれは視聴流の幽霊だったりしないかな。雪男は古代のエンジンか巨大類人猿、ギガントピテクスの幽霊な。シーサーペントは魚竜や原始クジラの幽霊。モスマンは知らない。ネッシーってさ、巨大生物じゃなくて犬くらいのサイズの生物って可能性ないかな。見た人たちが巨大と勘違いしただけで、外見は同じっていう。巨大生物はあの湖に住めないだろうけど、実在する爬虫類サイズならいけるんじゃなかろうか。昆虫だって大昔はでかかったやつが現代では小さくなって環境に適応してるし。どっちかというと巨大生物としてのユーマよりも幻獣としてのユーマに興味ある。だって生物だとしたら時点に新しいページが増えるだけでロマンがない。むしろ妖怪よりの存在だと面白いんだがな。なぜかロンドン周辺で目撃多数の謎の黒豹とかね。俺は、ジェブ王団の獣が好きだな。ジャン・ジャック・バルロは著書の、幻の動物たち、を読んですごい面白かった記憶があるわ。ジェブ王団の獣は想像をかきたてられるよな。映画にもなってるけどクソ面白かったわ。あの手のユーマは外見や生態ではなく強い戦闘力が一番の謎であり心を惹かれるんだよな。ネッシーはスコットランドの水のようマケルピーと関係がありそう。凶暴な怪獣みたいなやつだけど見た目が馬っぽくて、水馬、と呼ばれている。ネッシーもそうだけど湖の怪物やシーサーペントが、よく、馬のような顔をした、と言われることに関連しそうで、やっぱユーマというより幻獣なのかもしれない。ジェブ王団の獣は映画のごつい外見がダサかっこよかった。その他登場人物がどいつもこいつも中二病的な武器を使うのも素敵だった。蛇腹剣なんて実写で見たの初めてかもしれない www。ジェブ王団級の殺戮をやらかした幻獣妖怪って他にいるかね。ブラックドッグやケルピーも凶暴な上に近年でも目撃情報があったりするそうだけど、日本に猛獣系の妖怪がいないのは、やっぱお国柄か。やばいのは強いて言えばクマぐらいしかいないし。牛鬼とかもパワータイプに見えて意外と待ち伏せ策士タイプだし。ほんとだ、日本ってマジで無差別殺戮の猛獣系がいないな。外見だけ猛獣だけど、実際には自分から動かずにただ待ち伏せしたり生贄要求ってパターンが多い気がする。
一人歩きしてる人が山犬に襲われることはあっても、民家を襲ったりするレベルの獣はあんまりないからかな。でもどうあがいても死ぬ牛鬼は怖い。あったら死ぬ系の、通り物。系はシンプルに最強で怖いよな。でもあまりにもシンプルすぎて物語が成立しないせいで、昔話とか創作物にすら使われる機会が少なくて影が薄いという。栄養にとかのこと？確かに日本には物理的破壊を及ぼす妖怪は少ないけど、ピンポイントで確実に人命を奪っていくタイプはいるな。Jホラーの貞子さんやかやこさんもその系統だ。逆に酔うものホラーのジェイソンあたりは、ジェボーダンの獣の末裔的存在なのかしら。前になんかのコラムで読んだけど、ヒロシホラーとジェイホラーの怖さの違いは、因果応報があるかないからしい。ヒロシホラーの怪異に殺されるのは、キャンプ地でバカやってる若者とか、肝試しに行った集団とか、ある程度同情の余地がないやつや、性格の悪いキャラクターたちが真っ先に死ぬ。物語の前半はこれから殺される奴らがいかに同情の余地がない連中か、をアピールするためにあるようなもの、で、比較的常識人の奴が主人公になって立ち向かう。つまり、ある程度因果応報のルールがある。対してJホラーは、いい人だろうが悪い人だろうが、それこそ何もしてない通りすがりだろうが、怪異に遭遇しただけで殺される。とにかく無差別。外人がJホラーを見たとき、そこがすごい怖いらしい。江戸時代までの怪談は普通に因果応報談が多いんだけどな。妖怪とかは自然災害みたいなもんで出会ったら最後って感じだからそこら辺の伝統を引き継いでるのかね。因果応報じゃないどころか意味わかんないのもあるけどな。昨日ナスをまたいで通ったらカエルが命乞いした。とか、一番意味わかんなくてイラッとくるレベルなのは与坂村村妖怪絵巻に登場するとされる尻目。京都の片平が辻に現れる。夜中に歩いている人に声をかけ、見るとのっぺらぼうなのでまず驚くが。そののっぺらぼうが、ちょいちょい、と招くのでなんだよと思ってみると、全裸になって尻をこちらに突き出し、肛門の部分にある目玉をキランと光らせるという。出会ったら恐怖よりも何よりも、だから何なんだよ、と怒りがこみ上げると思う。尻っていやー尻目、あるいは柿男だな。取り立てて柿男の話はひどい。重編者19はホモネタ大好きだよな W。てか、あの時代が全般的にホモネタ大好きっぽい。戦国時代の周密とまた違う何かを感じる。俺の尻を棒でほじれ、そして、そのほじったものを舐めろ。と要求してくる妖怪だったっけ。意外と甘くて美味しかったそうな。めでたし、めでたし。って、めでたくねえよ。みたいな。リンク。カッパも水子や死んだ赤ん坊の霊が実体化したものだという考え方もあったな。だから遠野とかの本場のカッパは赤い猿か落とされているんだっけか。神隠しも口べらしのことをごまかすために使われていたと言われているしな。しかし、それらが現在にも時々出現することを考えると、最初はそういう人間の都合で生まれた存在だったけど、そのうち本当に妖怪が生まれちまったのかもな。妖怪は人間の思いから生まれるっていうしな。粉キジなんか、外見は水木しげる氏が創作した存在のはずなのに、全くあの外見そっくりの目撃例が何件かあるんだよな。人の思いが怪異に魂を与えてしまうってことはあるのかもしれない。だったらアニメキャラも妖怪化すんじゃねえ、わらと思う人もいるかもしれんが、何十年も継続して思われ続けないといけないから、すぐにブームが終わるアニメキャラとかはダメだろうな。トトロとはあと数十年すれば本当に森に似た妖怪が出たりするかもしれないけど、タルパでアニキャラを作ってしまった人の話なら聞いたことがある W。正しくは、そのキャラが好きすぎて、本人が知らない間にできてしまったという。だから見える第三者にも見えたそうな。見たかったな、その人の後ろからついていくリヒテル提督を W。よく、最近の怪談に出てくる女幽霊は貞子タイプばっかりだ。ていうじゃん、
丸山大和が足のない幽霊を描いた途端、幽霊は足なしばかりになったとかも。これって普通は幽霊話を創作と切って捨てる際に言われることだけど、仮に創作だとしても怪談の変遷をたどる上では非常に興味深いことだと思うのだ。それに必ずしも作り話とは限らない。昔の人と同じものを見ても、人間の脳がそれを、貞子のようだ、と感知してしまった可能性はある。異界の存在には決まった形などなく、強いて言えば見る人の感じた姿が、形、となるのではないか。ごめん、自分で言っててなんだけどわけわかんなくなってきた。飛行機事故が重なるパターンも怪異だと思うな。なんで重なるのかね。飛行機といえばグレムリンさんだけど。グレムリンさんもこんなにでかい事故頻発させないよな。もうちょっと小型機とかにくっついてる印象なんだけど。グレムリンはあまり活動的じゃない印象があるしな。世界規模で事故が重なるのは不気味だな。シンクロにしてとか考えてしまうね。恐れすだけど、これ読んだら案外グレムリンの仕業と思わなくもない。敵機を襲う怪物太平洋戦争時祖父が見た怪物。リンク。マレーシア航空呪われてんな。空の怪異といえば、上にも上がったグレムリンのほか、フーファイター、UFO 目撃。他に何かあるっけ？スカイフィッシュとかどうかね。まあ空っていうほど上空飛ばないけど、某怪談作家さんの本を見ると、外国のパイロットの間では、日本の上空だけ変な飛行物体によく遭遇する。ええ？と、評判なんだとか、わら、話を聞くと UFO みたいなのじゃなくて、一旦木綿みたいな変なもんがよく飛んでるんだそうで、一旦木綿って割と高高度いけるもんなんだな。一旦木綿だと、高高度でも体内気圧の変化は、全く関係ありませんし W。気圧よりも揚力の問題がクリアできるのか不思議だったんだ。わら、ほら、グライダーってどんなに頑張っても飛行機飛ぶほどの高高度まで飛ばすのはきついだろ。ある程度の推進力がないと一旦木綿の体じゃ高高度いけないんじゃないかと思って、あいつの推進力って何なんだろうな。ゲゲゲ的には揚力になるよね W。妖怪を殴ったり、切ったりした話はある。これは物理的に妖怪に影響を及ぼせるということだから、やはり気圧なども、妖怪に影響してほしい W。あとは天狗さんかな。なんか空飛んでるイメージってあんまりないんだけど。木から木へ大ジャンプできるよ。みたいなイメージのが強い。確かにイメージは湧かないけど。でも当の物語に出てきた山の神というか天狗は、衣を羽のように羽ばたかせて空から降りてきて、鉄砲を撃たれるとまた羽ばたいて空を飛んでいったそうな、うん、普通に空飛んでるな天狗。てか上の方のレスにもあったけど、国が違えばモスマンとかフライングヒューマノイドと呼ばれるような行動だよな。塗り壁なんてまさに物理。塗り壁に足払いかけたいね。それがだな、伝承によると、妖怪塗り壁。夜道で見えない壁に当選簿される現象。に遭遇した時の対処法は、マジで、足元のあたりを棒で払う。なんだぜ。つまり本当に足払いが有効なんだよ、奴は。足を払われて、塗り壁と悲鳴を上げながら倒れていく塗り壁を想像した。やっぱり塗り壁といえばゲゲゲのあれ。壁にて足生えたやつだよな。カノーホラリンの枝と三つ目の白い動物っぽいけど、あれじゃ安定感ありすぎて足払いしても消えそうにないもの。カノーホラリンの塗り壁は、ペキニーズという犬種に似てる気がする W。でっかいペキニーズなんぞ出現したらモフモフしに行くしかない。耳の垂れたヒロシ犬を何らかの形で目撃した当時の人が、これは妖怪の子供だ。とか思ったのかもしれんね。日本って垂れ耳の動物いないはずだし。妖怪って撃退法というか対処法があったりするよね。一部だけど、ちょっと古いけど口裂け女。これ妖怪？とかだと、ポマードって言えば逃げられるとか、ただどうしてそういう手段に行き着いたんだ？ってすごい謎だけど。Z
整形手術をした時の医者がポマードべったりだったからという説があったな。アフガンハウンドとか妖怪って言われたら信じそう。わら。めちゃ若いけど。そういえば、江戸時代だっけ？像を描いた絵頭だらけで、あれも一種の妖怪っぽかったのを思い出したよ。確かに見慣れない動物って妖怪っぽくなるのかもな。昔は象の頭の骨を見ても鼻を想像できなかったからサイクロプス扱いだったそうな。確かにあんな鼻だとは思えないもんな。シャチやカバの骨格も、知らない人に復元させれば、絶対に今普通にいるシャチやカバにならないだろうし、恐竜も全然違うんだろうな。さすがに発掘や、違う W、が組み立てる恐竜は、ある程度正しいと思う W。しかし生物学がなかった時代の人が、発見された骨格を見て想像したのが、ドラゴンだったり、日本なら竜だったりしたんだろうな。巨人伝説は恐竜の足の骨から生まれたのかも。そういや小人さん伝説と同じくらい巨人伝説も世界各地にあるな。そういう足跡に見えるものを見た人が、昔はこんなでかい人がいたのね、と思ったのが、始まりだったんだろうけど、人類が巨人を恐れなくなったから身体が小さくなり妖精さんになって今や顕微鏡で見えるか見えないかレベルなのかも。海外では巨人と妖精って同じカテゴリなんだよな。魚体のトロールとかオーガとかもなんだかんだで妖精だし。そういや山ん中で見つかったメガロドンの牙の化石は、天狗の爪だと思われてたんだっけ。妖精は蝶の羽が生えた可愛い幼女だと信じていたあの頃に戻りたい。赤坊子とか怖すぎるんだよ。そういや、その妖精のイメージを最初に考えた人って誰なんだろう？なんで日本にこんなに定着しているのかも不思議だ。ゲンカーベルのせいかな。でももっと昔からあるイメージだよね。シシリー・メアリー・バーカーという人が、1923年以降に、花の妖精、という可愛い妖精の画集シリーズを出している。ウィキによると花の妖精シリーズは、日本ではチョコレートのおまけについていた、ミニチュアカードの絵でよく知られている。そうだから日本に可愛い妖精が広がったのはこれの影響かも。確かにピーターパンのケンカーベルの方が古いし、本当の伝説やシェイクスピアの、真夏の夜の夢、にも可愛いのが出てくるけど、あくまでも、妖精の中には可愛いのもいる、程度の話であって、少なくとも日本で、妖精は可愛い、となったのは、花の妖精、ガモとかもしれない、ろうな記憶と生きたよりなので断言は全然できないけど、ごめんなさい。あっちで言う妖精は、日本語の妖怪にあたるニュアンスだと聞いたことがある。日本のイメージでは妖精と妖怪は違うけど、妖精の方がいくらか清潔感あるよね。赤なめ、ブスン、トロールとかは割と土臭いイメージだなぁ。あっちの妖精は担当する属性によって外見が極端に変わる印象。生まれがそうなのかもしれないが実は全て同じ存在で。妖精の国で人事異動とかあって、君は今日からトロールね、とか言われると、今まで羽生やして飛んでた可愛い女の子が、よっしゃ、と気合を入れて、急に巨体になるイメージがある。それをうっかり人間が目撃した日にゃ、天使が打点して悪魔になった、と勘違いしたりするかもしれんな、わら、それ面白いな、わら。そういや天使が打点したり人間との間に近畿の子供を産んだりすると、そいつは巨人になるって話し合ったような、ネフィリムのことか。資料によって英雄だったりと目撃をする化け物だったりするけど、何らかの歴史的事実がモデルになってるんだろうかな。赤なめの行為はお掃除じゃなくて食事みたいなもんかと思ってる。それでなくても戦場系の妖怪は割と多いね。洗濯キツネとか手洗い鬼とか。逆にトロールは確かに妖精としては汚らしい。それでも日本の妖怪により不潔なイメージがあるのは、体毛の生え方や酒好き特性などなどの親父臭さのせいじゃなかろうか。
天井なめはシミが残るのが難点。オメガ。日本はなんだかんだで湿気にまつわる妖怪が多いからかもな。風呂の赤も、天井のシミも、泥多房の謎も、豆腐小僧のカビも、湿度が高い国ならではの現象。砂漠や大草原の地域じゃ生まれなかった妖怪たちだよね。乾燥した雰囲気の妖怪、カサカサ小僧みたいなの思いつきたかったけど出なかった。確かに言えてるのかもしれない。日本は四季があって、亜熱帯から亜寒帯まで、広範囲の特色を持つ妖怪が住める場所だと思ってたけど、乾燥帯がないとはいえ冬はそれなりに乾燥するから、何かしらいても良さそうなのに。妖怪カサカサ小僧とか砂嵐女とかいないもんな。基本、妖怪はじめっとしていてなんぼだから。水木しげるは妖怪のライフスタイルやゲゲゲの森について、戦争で赴いた南方をイメージしているそうだけど、あそこも多湿だしね。砂漠の妖怪といえばモンゴリアンデスワームくらいかね。あれはユーマに属しそうだけど特殊能力やばいからな。南方妖怪といえばチン、キタロウゴキでは、ぼ、という名前になっていて、お、配慮しとる配慮しとる、と笑った記憶がある。デスワームは実在の可能性が高いと言われているけど、もし実在したとしても、毒ぐらいはあるかもしれないけど、電撃を放ってうんぬんとかそういう感じじゃなくて伝説よりも地味な感じなんだろうな。でもそれで伝説が消えるわけではなく、実物は実物として飼い虫でスワームの伝説は語り継がれていくと思う。動物と妖怪が乖離する、というか、怪異といえば風呂やトイレだし、水気のあるところには霊も集まるという説があるし、まあ風呂やトイレに関しては、人間が最も無防備になる場所だから本能的に怖いのも、怪異胆が多い原因かもしれないけど、枕返しと座敷わらしが同じってマジ？東北地方、特に座敷ちゃんの本場岩手、では座敷わらしの仕業とされることが多いらしい。ただ地方によっては懲りの類や幽霊の仕業になっていることもあるし、枕をひっくり返すことで犠牲者を死に追いやる妖怪もいるとか、睡眠中に幽体離脱していた魂が戻れなくなるということらしいが詳細は不明。なお、ヌーベイのそれはみんなのトラウマになった模様。ゲゲゲの鬼太郎さんきくらいの ED の枕返しもプチトラウマだよな。わら、ヌーベイはダントツ。神坊主もな W5 期では普通にぬらり論軍団の一人で、それほどインパクトはなかったけど。ヌーベイの枕返しの何が怖いって、戦いの果てにボロボロになったヌーベイ以外は、みんなこれといって特別不幸になってるわけじゃないところ、どん底に不幸だったら何者かの悪意を感じてもいいわけだけど、極端に不幸というわけではない、でも思っていた未来と違う。って、夢も希望もある小学生としてはむちゃくちゃ怖いわ。なんで作者は枕返しにああいう能力を与えたんだろう。あれってある意味異世界ものだよな。パラレルワールドっていうか、あの発想は本当にすごいと思った。なんで作者があの発想に至ったのかはわからんが、ああいうお話を作るのが得意な作者なのかなってのは続編のイズナとか見てると感じる。ハイテンションなノリと派手なアクションで忘れがちだが、あの人の恐怖の描き方のバリエーションはすごいよ。異次元といえば裏返しになる異次元の裂け目の話は怖かった。あれなんも解決してないし。っていうか妖怪なのかすら不明だもんなあれ。ええ、異次元といえば裏返し。ヌーベイの他にも、確か菊池秀幸の魔界都市ブルースのシリーズでも、あちら側、の連中の技が攻撃を当てた相手を裏返しにするというものだった。どちらも何か海外の怖い話が元ネタらしいけど調べられなかった。これも怪異の一種だよな。なるほど怪異の一種か。確かに怖いなぁ。そういえば海外の妖怪で、昼間は普通の外見だが夜になると内臓を全部口から吐き出して、裏返し、の状態になって徘徊する。っていうやつが妖怪図鑑に載ってて子供心にすごい怖かった記憶あるんだけど、名前忘れちゃったなぁ。
あいつも裏返し系の怪異から生まれたのかもしれない。もしかするとペナンガランかな。あいつじゃないんだ。あいつは首と内臓だけで空飛ぶけど、この妖怪は一応形は人型を保ってるんだよな。ちょっと小学校時代の妖怪図鑑を本棚の奥から発掘してくるわ。見っけた。モズマ。って名前だった。イギリスの妖怪らしい。ググったらちらほらネット上にも名前があった。吸血鬼の一種だがちじゃなくて人間の脳みそを吸うそうだ。それ吸血って言わない。オメガ。最近ではマイナーな妖怪になってるが、佐藤有文先生の妖怪図鑑では常連だったっぽいな。オレンジの本もこの人の著作だった。そういや昔流行したキャトルミューティレーションだの。チュパカブラの被害だのも、単なる野獣にやられた牛の死体を見て。こんな死に方は異常だ。血があまり流れてないし、凝固したからね。内臓も内臓。食べられたからね。と騒いだのが真相。という話を聞いたことあるけど、向こうの人間だって野獣がどういう食べ方をするか、動物が死ぬとどんな状態になるか、知ってるはずだろと思う一方、いや知らないのかマジで?とも思ったりした。もし知らなかったのだとすると、我々は妖怪話が誕生する瞬間を目撃していたのかもしれない。ぶっちゃけ、動物が死ぬとどんな状態になるか、なんてのは全然知らないっぽい。知識レベルは外人さんも俺らと大して変わらないんじゃないかな。例えばモントークモンスターはアライグマだって生物学者が結論出したし、アライグマの骨は口の部分が尖っているから、腐敗するとそれがくちばしに見える。チュパカブラだと言われているとある死体の DNA を調査したら 100% 犬と一致したそうだ。畜産家の人は死にたてほやほやの死体は見る機会なら多いけど、腐りかけて少し肉が剥げた状態の死体はあんまり見ない。ましてや畜産やってない人に、動物が死んで腐りかけたらどんな状態になるか、の知識なんて凡人レベルだと思われる。そういや怠け者の水死体がゴラムと呼ばれたこともあったな。いまいち理解しがたい現象を説明づける手段が妖怪だとすれば、確かにチパカブラは言うまではなく妖怪と言える。関連するか微妙なところだけど、美女の死体の変遷を記録した求愛図なんていうのがあるね。あれも実物を見て描いたのは少ないかな。昔は本物を見て描いたりもしたっぽいな。ただ、どの遺体も同じ旧パターンで変化して朽ちるってのはちょっとおかしいし。ある程度時代が進むとテンプレができたのかもしれん。死体といえば、鬼に赤鬼青鬼がいるのは死体の色が赤青に変色するから。亡者である鬼は赤青がいる、なんて説もあるな。六六尾は首吊り死体が由来じゃねって話もあるし。カッパって土左衛門だろとずっと思ってた。ちょんまげがほどければあの頭だし。腐乱して死腹がガスで膨れるし。真冬とかなら水死体は当初は青白くだんだんと赤黒くなりそうだし、毛深いやつなら毛も生えてるだろう。それはあり得る。ちなみに遠野の人は、口べらしで川に流された子供や赤子なんじゃないかって言ってた。土左衛門は肛門が緩むから、その事実から、カッパそのものではないけど、カッパが尻子玉を抜く設定が発生したっていう話がある。巨人とかの怪異って北欧神話だっけ?イオとかいうの、そういや巨人伝説も小人さん伝説並みに各地にあるな。日本にも大だらぼっちさんがいるしな。異なる文化の国々でそれぞれ巨人というものが存在しているのが不思議だ。小人さんはリアルにそういう人いるだろうし、赤ん坊はある意味小人なわけだから。世界中に伝説があってもおかしくないけど、山ほどの巨大さの巨人っていうのはどっから出た発想なんだろうな。人工的に作られたように見える奇妙な地形やら、誰が何のために作ったんだかみんな忘れちゃった巨大遺跡なんかを見て巨人の姿を妄想したのかなー、とか、あと人間の足跡に見えるけど超巨大な穴ぼこを見て、偶然できたのか恐竜などの足跡の化石なのかはともかく、何か連想しちゃったとかは想像がつくけど、でかい人が存在する、という概念なしには結びつかない気もするし、
世界中で語られているというのも不思議だと思う。まあ、昔は本当にでかい人がその辺うろうろしてた、というわけじゃないと思うけど。ああそうだ、恐竜の化石があったな。うっかり大昔の人が恐竜の大腿骨とか見つけたら竜や巨人の伝説が生まれてもおかしくないな。ロン、ムイシーケイ、ロンニョエク、っていうアーティストがいるんだけど、この人の作品で巨人っぽいのがあるのね。ググれば出てくると思うよ。なんていうか恐怖より不気味さのが強いけど。こういうの見ると巨人の怖さって、単にでかくて威圧感があるという物理的なものだけじゃなく、何かこうバランスがおかしくて見ているだけで不安定になる感じなんだってわかるな。巨人系は自分の中の世界観が崩壊しそうな怖さを感じる。一方、小人系はその辺の物陰からひょいっと出てきそうな身近な怖さを感じる。どっちも怖さというより不思議さだろうけど、怖い小人といえば昔、ちょっとバーってあったよな。次はお前だー、っていうやつ。事件現場は凄惨を極めた。全身は滅多刺しにされ、顔は個人の判別もできないほどに破壊されていた。さらに異様なことに、遺体には舌がなかった。警察はこのむごたらしい事件の捜査に全力を挙げたが、少しも事件の真相究明に近づく気配がなかった。それというのも、事件の現場が完全な密室だったためだ。トイレのドアは内側から鍵がかけられていたのだが、それ以外で外部と繋がっているのは、顔を出すこともできないような小さな窓と通気口だけだったのだ。解決のための糸口すらつかめず、関係者の間に諦めのムードが漂い始めた頃、事件のあった旅館経営者の息子が両親に付き添われてやってきた。息子はビクビクと、何かにひどく怯えた様子であった。しかし、明らかに何らかの重大な秘密を抱えているらしいことが見て取れた。真犯人が自首してきたのかと、誰もが思った。しかし、息子も両親も、ほとんど口を開こうとはせず、一本のビデオテープを差し出すばかりだった。どうやらそのテープに事件の真相が残されているらしく、彼らに逃亡しそうな様子もなかったので、とにかく捜査員たちはそれを再生してみることにした。その時息子が突然反響欄になった。彼は明らかにそのテープに怯えているようで、捜査員たちの間に緊張が走った。そして、テープが再生された。この旅館の息子は盗撮の趣味があったらしく、そこには廃業中の被害者女性の姿が映されていた。誰もが次に起こることを固唾を飲みながら見守っていたその時、例の小窓が開き、そこから身長20センチメートルほどの老婆が現れた。老婆は手にガラスの破片のようなものを持っていて、それを使って一瞬のうちに女性の喉をかき切った。その小さな老婆の凶行はなおも続けられ、後にはあの日あの時の女性の惨殺死体が残されていた。女性が息絶えた頃、老婆は切り取った舌を持ったままカメラの方を見ていった。次はお前だよ。この不条理な凶行の模様を収録したビデオテープは、今も警視庁に保管されているらしい。ああ、あれ初めて読んだ字怖かったわー。殺人事件が起こる。警察が証拠を調査するとヤバい証拠が見つかる。という展開は王道だが、ちょっとバーの話は特に怖いなぁと思う。ただの人型の幽霊じゃなく、ちょっとサイズのバーさんという存在のなんだかわからん異常さが怖いんだろうな。スレンダーマンのゲームはわけがわからなくて怖いな。奴は欧米の都市伝説の中でも際立って輝いているよな。期待の超大型ルーキーって感じだ。その都市伝説に触発された殺人未遂事件も発生しているし、当初はネット上のネタだったのが、徐々に作り手の手を離れて広まっていくという流れも素敵。作り手が著作権を登録したのは、
法的には正しい行為とはいえ、野暮としか言いようがないが W。スレンダーマンと八尺様って似合いのカップルになりそうだな、とかふと思った。会員の国際結婚。エンラエンラとかいう人畜無害。人畜無害の妖怪って意外と多いというか大半が人畜無害だよな。いや、いやや、いやみ。なんて、自分を見て驚いて、せっかく買ってきたお米を落としてしまった小僧に。あら驚かせちゃったわね、ごめんなさい。のぶとい声で。と言って、お米代を弁償してくれたくらいだし。ただ、幼い頃にこのエピソードを聞いた時は何とも思わなかったが、今にして思うと、それって単なるオカマだったんじゃね?と感じる。ほとんどが人畜無害なのに。なぜかたまに、擦れ違っただけで即死するとかいう兵器級のやつが混じってるんだよな。なのに同列に扱っている日本人の価値観パネー。どう考えても人懐っこい犬か猫の、すねこすり、とか。妖怪小豆洗い、川辺で小豆を洗うような音が聞こえる妖怪、その音を分いたら死ぬ。こんな話もあるしね。音聞いただけで死ぬとか、バックベアードかおまけのチート性能。遠野の通り者さんも負けてないぜ。見た目はただの女なのに、道ですれ違っただけで死ねる。不可避すぐる。おめが。そんなら誰が語り継いだんだ。見たら死ぬ系の妖怪に殺されてる姿をこっそりと遠くから見てた人だろう。妖怪の場合、即死ではなく遭遇してから死ぬまでインターバルが数日あるのが多い。寝込んで具合が悪くなって死ぬとか、その間に話すみたい。そういや日本昔話最強として有名な、16人谷。に至っては、何十年もしてから不意に来たからな。まあじいさんもそれに気づいていて、覚悟していたというか、むしろ待っていたような雰囲気もあったけど。たたり系の話も、大概がいきなり一族絶滅させないで。一人一人じっくり殺していくからな。割と日本の会でその場で即死系ってない気がする。フィクションの貞子さんですら7日間黙ってくれるしな。会も許すみたく拡散させるために宿主が死ぬ時間の猶予を与えてるのかもしれない。暇つぶしに階段を聞いていたら、ラストに。この話を聞いた人のところに必ず来ます、と言われた時の。最初に家用を頼むよもう。勘を思い出した。来なかったけどね。俺が留守の間に来て、帰ったのかもしれないけど、インターネットがない時代のそれ系の話の怖さは異常だったな。自分以外にこの話を聞いた人はどうなったんだろう?って情報がなかったし、俺は、笑える霊体験すれのまとめで、霊?誰だよネットの掲示板に書き込んだの。今夜中に何百人もの家回れねえよわーん。BR。みたいなネタを読んでからちょっと和んで怖くなくなってしまった。わら。ネットのせいで霊も苦労してんだな W。一方で、ネット社会ならではの怪異ってのもあるんだろうけど。なんだかんだ言って、ネットだけを活用した怪異ってまだないよな。自己責任怪談とかああいうのはネットである必要ないから別物だし。携帯電話の怪異はいくつか生まれたんだけどなぁ。ネットはすぐに検証できちゃうあたりが怪異が広まらない原因かね?俺の体験した不思議な話を一つ。昔、小学2、3年生の頃、夜寝る前に、1、2、3、ってカウントしながらまばたきしてたんだよ。そんでカウント3で目を閉じて、開いたら朝になってた上に体の向きが楽になってて、なんだこれ?ってなったことがある。全く寝た感覚もなくて本当に一瞬で朝になった感じで驚いた。で、最近ネットで見て知ったことなんだけど妖怪の枕返しが俺の体験したことと全く同じことをする妖怪だって知って、あの時のことは枕返しの仕業だったのかなと思った。まる。首がだらーんって長い幽霊を見たよ。あら首吊りして死んだ人の霊だね。という怖い話を聞くたびに幽霊じゃなくて、66B だった可能性について考える。ここで、
66尾の首はなぜ長いか、について、先日読んだ本におもろいことが書いてあった。一番最初に、66尾、という言葉が出てきた文献では、66尾の首は長くなかった。空飛ぶ生首だった。その様子を、井戸の、ろくろ、水くまむつり下げ式の受け、になぞらえて、六六尾、と呼んだ。つまり、この時点では首の長いイメージはなかった。が、後日それの伝承をイラストにした絵師が、ろくろ、という単語から、陶芸の、ろくろ、を連想し、陶芸の粘土のようににょーんと伸びた首を描いてしまった。ここから、首の長い六六尾、が生まれた、という説。つまり、六六尾の首はそもそも長くなくて、中国の火頭版みたいなもんだった可能性がある。確かに小泉八雲の怪談に登場する六六尾は火頭版のことで、これは確か室町時代の話ということになっているから、首が長く伸びるようになったのは、それ以後か。伝承に出てくるのもこっちタイプが多いし、首が伸びるタイプは江戸時代に創作されたのかしら。フランスの学者の説では、モンスターというのは余剰と欠落と転倒からなるというけど、日本の妖怪も、まさにそれだよね、余剰。イコール、三つ目入道、六六尾、百目、堂々目鬼、欠落。イコール、一つ目小僧、のっぺらぼう、最近だと首なしライダーやテケテケ。転倒は手の目くらいしか思いつかなかった。漫画や特撮のキャラも同じカテゴリーができちゃうけど、半死と半獣はどこに入るのかな。キメラ系モンスターって結構多い気がする。多分、転倒、誤った配置、だと思う。異様を考える上で面白い分類だと思う。動物や自然現象の擬人化、カッパとか、は説明しきれていないかもしれんが、天津飯が余剰、フリーザが余剰から欠落に変身、みたいな、座敷わらしはとか尋ねるのは野暮だろうか。他にも、小豆洗い、半枕、読み機械、目玉しゃぶりなどなど、行動が怪異をなすものに関しては適用できないだろう。当然外観が異常なものについて言ってるんだろうけど、日本の妖怪は単にそうじゃないものの割合も低くないように思う。つくも神や系列の類もうまく説明できなさそうだし。でも斬新で興味深い切り口だね。そう言われてみると日本の妖怪は、ただのおっさん、ただのじいさん、ただのばあさん率が高いな W。あと何かの擬人かも。あ、外観の話ね。ただの子供も少なくない気がする。見た目がただのじゃんってなる妖怪は民間伝承として残っているタイプが多いんじゃないかな。どんなことをするかだけが伝え継がれて、外見について特に言及されてない場合、後世の絵師は大抵、ただのとして描き起こす。反対に絵巻を起源に持つ妖怪は、まさしくいる異様の怪物が多いね。ドロタ坊さんなんて、実在した人物への誹謗中傷らしいからな。俺たちがこうやってネットに書き込んでいるあれこれも、未来の人から見たらどう解釈されるかわからんね。例えば、毒を、もう男、もう女、鬼女なんて2ちゃん用語。未来の人が見たら、この時代はそういう妖怪がたくさんいたんだって思われるかもしれんぞ。割とマジで。このことから一般には、農業を営む老人型を残して死んだ末、宝刀息子を恨んで泥多房という妖怪と化したものとされる。リンク。豆腐小僧やら化け猫遊女やらが登場する奇病資本って、今でいう小説よりもむしろ、やる夫が主役の AA 作品、みたいなものだったのかしら。何かこう、ノリ的に、そうそう、わら。子供向けの本って体裁で作られているけど、内容どう見ても子供向けじゃねえだろなんだよこれ、わら。って感じらしい。500年くらい後になったらインターネットも忘れられて、やる夫やもなぎ子が妖怪として語り伝えられる可能性がほんとありそうだわ、わら。ジバニャンもいずれ本物の妖怪になるのか。妖怪には今後もぜひその数を増やしていってほしいね。
水木氏は絶対後世には妖怪の総大将として語り継がれるだろ。これだけは確定な気がする。妖怪とは雰囲気違うけど、人型や人間も一人歩きしている感じ。今度クリスマスの前日に座敷わらしの出る宿に泊まってくるよ。一人で。東北じゃなくて群馬の方の座敷わらしといえば東北と思ってたけど、群馬にもいるのね。てか調べたら静岡、四国、山梨、石川、北海道にも。で、ウィキによると東北各県に座敷わらしはいるけど秋田にはいない。なぜなら三吉鬼が入れてくれないからだとか。秋田全般は彼のテリトリーなのだろうか。俺が調べたところでは、福島、割烹旅館、松林閣、岩手県、専用館、学校の宿、希望の丘、民宿わらべ、民宿等の、民宿おとげや、民宿とまや、菅原別館、侍の湯おぼない、秋田県、山形県、田釜屋村、新潟県、岩室鬼泉、小さなお宿小松、群馬。おしまい。